こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。昨日野球見に行ったんじゃないかな。そう、感動だったな。あごめん、なんかあんまり期待してなかったの。うん、だからもう順位確定してたのとこも、うん、だからそうだね、なんか野球場もガラガラでさ、うん、あれなのかなと思ったらすごいよ、うん、でも電車の清って行ったんだけどさ、うん、もう行きの西武球場前の、うん、行きの電車にちょうど乗れて、うん、ひばりが丘から、うん、それちゃんとさ電車の中でさアナウンス入るわけよ、うん、今日の、うん、なんだっけチケットは完売ですとかって。ああね、西武ドームな。そう、やっぱ西武線だからだよね。うん、でもうみんなさこうなんか応援グッズを持った人が乗ってきてさ、うん、まあ、もちろんそれ西武の人だ、西武ライオンズの人が多くてさ、うん、やっぱ日ハムアウェーなんだなと思ったら、うん、いるんだよちゃんと日ハムのファンが、うん、中田とかさ、大谷のみんなユニフォーム着てさ、うん、いるわけちゃんと。なるほどね。そう、いやもう感動で、本当感動だった。あそう、へ、ましてや勝ったしね、最後ハラハラドキドキの9回まで引っ張ってハラハラドキドキのあれだったし、太田のホームランもあったし。そうだね。そして最後の最後大谷くんがいたんだよ。なあ、そうだったね。勝ったとさ、ナインがこう出てくるじゃん、うん、その中にと思ってる大谷くんいた。うん、うん、そう、まあ、絶対いないと思ったよ。でもあれやな、もうアメリカ行っちゃうしょ、あいつ。いや、わかる。でもさ、みんなも、なんかネットに書いてあるけど、うん、まだ決まったわけでもないのに、うん、みんな、もしかしたら成立しないかもしれないじゃん、どっかと。そりゃそうだよね。でもみんながもうアメリカって言ってるけどさ、もしかしたら来年もプレーかもなんて書いてる人もいるけどね、うん、まあ間違いないでしょ。そう、うん、でもそうやってさ、やっぱり大リーグっていうのはさ、うん、まあ、最高の舞台だから、その野球選手にとってはな、うんうん、だからそこへこう行きたいっていうのはさ、うん、素晴らしいと思うね。そう、うん、でもさ、初めあの子は、あの子だって大谷さんは、うん、高校出たらすぐ行くつもりしてたのをさ、うん、そうそうそう、ね、結局一生懸命さ、うん、みんながさ説得してったら変だけどさ、うん、日ハムのさフロントも頑張ったし、うん、監督も頑張ったしさ、うん、なわけでしょ、うん、そう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 、日ハムで活躍してから、うん、ピックアップするっていうことで、でも一番いい方法だったと思うよ。そうだよな、結果的にな。うん、うんうん、そう、うん、まあだからさ、まあ野球っていえばさ、うん、まあ引きこもごもなわけだ。10月1日からのあれが始まってるから、首がな、戦力外通告だな。あ、そうだね、そうだね、もう、まあ、もうなんとか分かってるでしょみんな。そうだ、一時のこう発表はあってさ、うん、だけどまあまだきっと電話かかってきてちょっとこういった話になるんちゃうの。いや。ね、うん、いやいや、だからまあ厳しい世界でさ、うん、な、うん、うん、で中にはさ、日ハムの太田みたいにさ、うん、あれも巨人にいたらもうクビだから。いや、そう、ひときわ応援すごかったよ、なんかやっぱ、うん、まあ、みんなあてかかったよ球場。そうだよ、やっぱりね、うん、ああいうなんかさ、こう化けるじゃないけどさ、うん、環境が変わってさ、うん、ね、うん、そういう素質がこう開花するわけじゃん。だってもう日ハムに移ってからのこのわずか、うん、まだ1年経ってないでしょ、うん、今年帰ってきて、うんうん、がもうだって巨人の8年間だから、うん、もう全然超えてんだってからね。全然違うよ、もうね。いや、信じる、うん、そういうことって、やっぱあって大事だよね。そうそう、だからやっぱりそういう活躍の場っていうかさ、うん、ね、まあ巨人はこう伝統ある球団ではあるけれど、うん、やっぱりなかなかさ、うん、期待も大きいしさ、だから余計それに潰されちゃうっていうか、ね、なんか感じたんだろうね、うん、きっとなんかそういうものね、重圧というかさ、うん、まあ今でこそあれだけど、昔はもうジャイアンツでスターになればもう雑誌の表紙とかさ、うん、まあとにかくすごい大スターなわけよ、うん、な、うん、でもすごい重いのかもしれない。そうだから今でもやっぱりジャイアンツ入れば期待されるからね、うん、それもドラフト1位でさ、そうだよね、入ってるわけだからさ、うんうん、ね、俺は大変だったと思うよ。だからこうやって日ハムみたいなところ伸び伸びとさ、うん、やれる方がいいやつもいるよね、うん、そうだね、そのプレッシャーがいいっていう人もいるかもしれないし、うんうん、分かんないよね。そう、うん、そうだからああいうね、やっぱりトレードっていうのは日本ではあんまりさ、うん、トレードって割と日本ってまあ終身雇用制のあれかな、うん、名残か好まれないけどさ、うん、だけど ああいう連中見てるとさ、うん、やっぱりトレードも大事だし、うん、な、うんうん、でもさ、やっぱりここだったら活躍できるんじゃないかって、そういう温かい目でさ、うん、出すトレードとさ、こいつはいらんぞみたいなさ、やっぱり分かんじゃないのみんな、うん、よく私は逆のこと分からんけど、でも、ね、これって意地悪でしょみたいなのとかさ、うん、でもね、やっぱりこうある種さ、ビジネスだからな。もちろんね、うん、もちろんね、そう、うん、だからアメリカでもさ、サッカーなんかもそうだけどさ、うん、選手をこう育ててさ、うん、要するに
売り飛ばすわけだからさ、そういうそういうふうなビジネスモデルになってるところもあるわけだからさ、そうだ、ね、まあ日本はまだそこまで行ってないにしてもね、うんうん、でも多分向こうのチームで活躍してくれよって言って出してさ、向こうのチームで活躍してくれたらさ、うん、ちょっと悔しいような嬉しいようなさ、うんうん、でもきっと栗山監督なんかはね、出したら嬉しいなと思うだろうしさ、うん、来てくれたら絶対大事にしますっていうかさ、うん、なんかそういうのがなんかひしひしと伝わるよ、まあね、だからそういう球団に本当はならなきゃいけないよ、そういう球団になればさ、うん、あの選手も行きたがってくれるし、やっぱりあのこうやりがいがあるわけじゃん、ね、なあ、うん、じゃあ今度清宮君はどこに行くかだよね、そう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 、大谷君みたいに日ハム行って大リーグっていうのがなんとなく日ハムファンから思っちゃうけどね、うん、そう、でもさ日ハムなんてあれなんだから、あの高野山球場借りてみたもんだから、巨人の本拠地をな、昔はさ、ね、で客なんか入んないしさ、うん、ね、うん、それがさやっぱり北海道行って大正解だったし、うん、あのパリーグはすごいその辺がね、うん、あの昔は客なんかほとんどいなかったんだから、でまあ、せかパカったらせいだったら人気の政治力のパーなんてさ、うん、こうね、うん、あの強がってたけどさ、うん、うん、あの本当に全然人気なかったんだから、うん、つまり巨人戦しか握れなかったんだ、大体。まあそうだ、巨人とか阪神とか、うん、結局巨人阪神の時代ってことでしょ、うん、でもとにかくセリーグが花だったわけだからさ、うん、あのそれを比べりゃそれ見りゃさ、もう今パリーグの方が人気あるぐらいだからね、楽天だってすごいよ、うんうんうん、一度楽天の球場とのどんなもんか行ってみたいね、人気だからね、宮城県でしょうね、そう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 、あれは古い球場でしょう、うん、なんか、うん、ほらなんかみんなが楽しめるようなさ、あなんかなんていうの、そういうアミューズメントっていうかさ、子供が行っても家族連れが行っても、うん、カップルで行ってもっていうさ、うん、それは大事だよな、そういうふうな、うん、工夫はな、日ハムが今度どこに行くかだよ、うん、札幌ドーム出てさ、うん、どうするのか、そうだよね、うん、あのあれなんかはさ、あの去年だからの B リーグなバスケットのさ、うん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 、あれにスーちゃんに誘ってくれたから行ったじゃん、あの小太郎くんとね3人で行ったやつでしょ、やっぱりね、あの上手だよね、盛り上げ方がね、うん、うん、あのバスケットって何分だったっけな、よあれかな、前半後半じゃなくて、4回あるのかな、うん、なんかその間にさ、うん、まあ、あの、ああいうチアガールがあったり抽選があったりさ、うんうん、放送いろんなねこう、うんうん、アナウンスとかさ、うん、盛り上げ方がね、うん、やっぱりそれなりに上手なとこあったよね、うん、だからたくさんに足を運んでもらう努力はやっぱ必要だよね、うん、そう、その点ラグビーはダメなんで、ね、その辺がねなんか、うん、まあやりにくいところもあるのかもしれんけどね、うん、なんかチャラいイメージがないんじゃないの、うん、違うのかな、うん、どうなんだろうね、イギリス発祥とアメリカ発祥との違いかもしれないけどさ、な、うん、でもさなんかやっぱりあのスタジアムもさ、うん、やっぱり工夫しなくちゃいけないし、うん、だからなんだっけ、オーストラリアかなんかあってニュージーランドかのなんとかダンス、うん、あのラグビーの人の最初にやるじゃん、なんか、あ、墓ね、うん、うん、なんかああいうのはなんかさ見たい、うん、迫力で見たいと思うけど、うん、なんじゃないの、なあ、うん、うん、だからどういう世界はどういう風にしてるのかね、わからないけどさ。うん、行ってみても面白いかもね、まあ、まあこれからもう2019年ワールドカップだからな、ああそうだよね、だからそこまでどうやってこう盛り上げていくかってさ、うん、うん、なんていうかアメフトかなんかなんだっけ、ライスボールか、あれなんかすごい派手じゃん、なんか、うん、すごいよね、うん、もうなんかすごいちょっとしか見たことないけどテレビでさ、うん、まさしくこう光がこうあったりして、ね、うん、なんかちょっとさそういう工夫もさ、うん、ね、同じに試合さやりゃいいんだっていうことじゃなくてさ、いい試合やったらいいんだっていう話じゃなくてさ、うん、やっぱりさ、そういうことも大事なんだよな、あかもしんないね、うん、まあ俺は苦手だけどそういうのは、そうかそうか、うん、今のほら今日の新聞にさ、あの織姫が出てたんだよ、うん、分身ロボットお兄さんのね、あれはなんか入院中の男の子の、うんうん、男の子がお兄さんと、うん、高校お兄さんと弟がうん、となんかサッカーかな、うん、見に行くときにその織姫を持っていって、なるほど、ね、その男の子はだから自分の兄弟たちと一緒に、うん、あの織姫で観戦するという、うん、なるほどね、ですごいやっぱり病室の看護師さんの話聞くとすごい盛り上がってたわけよ、その男の子が気にしてる子が、そうだからやっぱり臨場感、もちろんさ、うん、テレビでも入れるんだと思うんだよね、うん、多分スカパーかなんかつなげばさ、うん、多分全試合とかっていうけど、やっぱりね自分の兄弟と一緒にさ、そうそう一緒にいるっていうのね、そう、うん、席に座ってさこうコミュニケーション取りながらさ、うん、見るとやっぱ楽しいと思う、そうだよね、うん、やっぱそれやっぱり生の迫力が違うからね、違うだ、うん、昨日今日と言って初めてだったけどさ、うん、やっぱ違ったもん、うん、だからあんまり出て、ね、知ってる選手がその出てるわけじゃないけどさ、うん、
なんか楽しかったもん見てて。そうだよな、うん、うん、だからもうなんかあっこ行ってるにしてみんなもう場を共有してるわけだから。そう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 、すごい楽しかった。だから、うん、やっぱ俺ね本当にたまたま今日今行けない、うん、行けない方にはやっぱ織姫みたいなさ、うん、分身ロボットが一緒に行ってさ、うん、楽しかったねああだったねっつってさ、うん、素敵だなと思った。そりゃそうだよ。だってさ例えば小川さんあれだってさ、そう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 、ビデオで見てたってさ、うん、なあ、うん、ビデオで見るとまた一緒に、ね、絶対違うからね。そうだね、うん、うん、そうだね、うん、でもさまあそのうちあれで、うん、ほら何だっけドローンが海に潜れるでしょ。そうそう、水中だもんね、うん、だからあれも織姫も潜れるよそのうち。だといいよね。だから織姫が潜れたら一番いいよね、うん、一緒に床見れればね、うんうん、そうだな、うん、はい、まあそういうね楽しいこといっぱいあるよ。楽しいこといっぱいです、まあ、はい、頑張ります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。